で、まあ、ラグビーの歌だなと思ってあれやりたいなって前から思ってたやつがあって、でやってればやってることに、ああなんか自分のなんか自分のことを歌ってるっぽいと思って、そんな曲ですけどもね。ねえ、あとバンザイの時の B マイナーってあんな簡単に抑えられるのって思ってました。いきます。青春ごっこを今も続けながら旅の途中、ヘッドライトの光は手前しか照らさない、真っ暗な道を走る、胸を高ぶらせ走る、目的地はないんだ、帰り道も忘れたよ、壊れたいわけじゃないし壊したいものもない、だからといって全てに満足してるわけじゃない、夢の中で生きていく、心の中の漂流者、明日はどこにある、生きていてよかった、生きていてよかった、生きていてよかった、そんな夜を探してる、年を取ったら取るだけ増えていくものは何、いればすぐ終わる、若さはいつも薄っぱらか、見苦しいほど一人ぼっち、生きていてよかった、生きていてよかった、生きていてよかった、どんな夜を探してる、生きていてよかった、生きていてよかった、生きていてよかった、な夜はどこだ、今までやってきたたくさんのひどいこと、僕が今まで言ってきたたくさんのひどい言葉、涙なんかじゃ終わらない、忘れられない出来事、一つ残らず持ってけ、どこまでも持ってけよ、生きていてよかった、生きていてよかった、生きていてよかった、そんな夜を探してる、生きていてよかった、生きていてよかった、生きていてよかった死んでない。このお店に来るとそう思うんですよ、いやギターももらえてないか、ギターも譲ってもらえちゃうしね、うん、で今日本当はここにこうストラップをつけてこう立ってやろうかなと思ってたんですけど、ストラップもちょっと立ってやってみたいんですけどってお友達の馬場さんにですねちょっと LINE してみたら、もうやる気はないって、
さっきくれたんですよね。くれたのにつけないごめんなさい。でもこうギターの弦は切れましたって馬場さんって、馬場さんつけてくれて、チューナー欲しいんですけどって本田さんくれたりとか、結構自分で買ったのよ。どれ言うの、俺がやったよ。あれごめんなさい、本田さんにももらったんです、ごめんなさい。2つももらって自分で買ったのどれかのとこ、100円のピックと確か1800円ぐらいのカポぐらいですね、はあ、でギター弦切れたらマスターとかお孫さんとかやってくれて、すいません、ありがとうございます。いやね、ひどいこともねやりましたよね、すいませんね、ひどい言葉もありましたよね、ごめんなさい。とんでもないです。やります。おー、むずいなもうよかよ。そうね、よかよ。雨にも負けず風にも負けないで、欲はなく決して怒らないで、褒められたってけなされたっていつでも静かに笑っている。ああ、ルルルルル、そういう人にならなくていいや。ああ、なれなくていい。人であれ